ございます。なぜでしょうか。なんか組合とか労働組合の方たちとかのグループがあんまり今日はいらしてないんです。ですからいつもだとなんかのぼりがいっぱい立っているんですけれども、今日はそういう方たちよりはむしろぐるっと見回ってください。お若い方が多いです。すごく嬉しいです。ありがとうございます。本当にこの頃のニュースを聞いていると本当に何なることばっかりですよね。早く質問しろっていう人がいたり、大げさだよっていう人がいたり、それが私たちの国のトップかと思うと本当に腹が立ちます。今月26日東京でも震度4の地震がありました。昨日も震度4の地震がありました。淵永良部島爆発しました。桜島も爆発して、鹿児島の市内は灰だらけです。箱根も怪しいです。本当にたった今グラグラグラっと震度4とか5とか6が来てもおかしくないんです。こんな危険な状態でもう私たちは黙っているわけにはいかないですよね。ここは反対で思っていても、私は反対です。再稼働反対です。 TPP 反対です。安倍政権ノーですというふうに声を上げなければ賛成とカウントされてしまいます。もう私たち黙っている時にはないと思います。こうして皆さん来てくださった方にまずは拍手を送りたいと思います。ありがとうございます。
1年間に50ミリシーベルト、3年間で100ミリシーベルトはいいんだという、そういうふうな前提でやってますけど、今までどれだけ被爆労働者が死に絶えたかわからないんですね。職業病として、労災職業病として認定されたのはまだ十数人、十二三人しかいない。原発40年の歴史があるけど、全部、人知れず、死んでいったという状況だと思います。まあ、その辺の被爆労働者のお話を少しお話しください。はい、私この10年ぐらい、まあ、貧困とか格差社会の問題とか、まあ、非正規雇用の問題とか、そういうことをテーマに取材をしているんですけれども、原発事故以前からやっぱりそのホームレスの人たちの周辺だとかから、まあ、すごく手配師の人とかに、まあ、こういうお給料がいい仕事があるんだって言って、原発とかとは言われずに、もちろん原発って直接言うあのケースもあるんですけれども、原発と言わなかったり、まあ、直接言ったりして、特に仕事のない、まあ、貧しい人たちが、原発に連れて行かれて被爆労働をするという、まあ、その実態は3・11以前から知っていたんですけれども、なんで原発に反対なのかとか、いろいろ考えるんですけど、原発のことをこの25分のステージで5曲の間に1分ずつ喋ってもうまく伝わらないと思うので、この東北ライブハウス大作戦っていう、津波の被害に遭った沿岸地域にライブハウスを建てて、それまでなかった人が交流できる場所を作ろうっていう活動を、今日 T シャツ着てくれてる人いっぱいいるけど、そういう活動をやってます。で、そこでユーストリームをやっていて、ネットで動画が見れるんだけど、俺の友達に幡ヶ谷でバーを経営してるラッコっていうすごい面白い半分、頭の後ろ半分ドレッドの変なやつがいるんですけど、そいつラッコっていうんですね。で、ラッコでもわかる原発問題っていう動画がネットに上がっています。どれだけ短く縮めようと思っても3時間かかりました、最初から説明するのに。だから、もし興味がある人は、最終的には日米原子力協定のことまで喋っているので、もしよかったら覗いてみてください。ついでに曲も手話やってもらっていいですか。次日本語なんで。最後